岡山県121期太田海也選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは10月に、フランスで行われた世界選手権の話などを聞かせてもらいたいんですけども、はい、どんな感じだったでしょうか。はい、世界選手権は、チームスプリントでは失格になってしまい、スプリントでは、総合で10位という結果になりました。そこから、何か得るものとかあったんでしょうか。はい、世界全体を初めて世界全体の自転車競技っていうのを見て、自分が目指したい場所であったりとか、自分が目指したいタイムなどが明確に見えたので、来年の1年間でしっかりそれを自分なりに詰めていって、来年の世界戦につなげたいと思ってます。S 級に特別昇級して、前回は地元玉野での戦いだったんですけれども、3日間、積極的な走りをされたと思うんですけども、そこら辺どうだったんでしょうか。はい、自分の中では積極的に走りたいと思ってたんですけど、やっぱり、厳しい戦いになってしまって、ライン戦っていうものでもあまりこううまくできなかったので、その失敗を生かして 今節はしっかり戦っていきたいなというふうに思います。 S 級と A 級の違いみたいな感じはあったんでしょうか。そうですね、すごい、周回数も増えて自分の中ではやりやすく感じました。今回中19日空いているんですけれども、調整方法などはどうだったんでしょうか。はい、ナショナルチームに、参加して練習しているので、自転車競技の方のトレーニングをしてきました。今回鳥で、初めてだと思うんですけども、バンクは、何か先輩からアドバイスとかあったんでしょうか。特に、まだ聞いてはないんですけど、これから聞いていってどうやって作戦立てていくかっていうのを考えていきたいと思います。では最後に競輪ファンに向けて、一言お願いします。はい、今節もしっかり、積極的なレースをして、自分の力を発揮できるように頑張るので応援よろしくお願いします。